音楽劇場のレディ・フィブ・クラインは単色の作品を制作するモノクロニズムを代表するフランスの画家。アーティストとしての活動は晩年のごく数年である。クラインは1948年からモノクロームのみによる絵画作品の制作に取り組み始めた。オレンジや金、ピンク、青などの色を用いて作られたそれらのモノクローム絵画は 作品ごとに画面が平坦か凹凸があるか、明るさによるグラデーションがあるか、そのようなグラデーションのない全くの精一な一色化の違いはあるものの、一作において一式のみを画面全体に塗るという方針では一貫している。もっとも、クラインのそのような方針はなかなか理解されず、1955年にはオレンジのモノクローム絵画を展覧会に出品しようとして拒否されている。 後述のインターナショナルクラインブルーによっても、モノクローム絵画の制作は行われた。単色にこだわるクラインの姿勢は、後の人体測定シリーズにおける単色の色使いにも及んでいる。特に、青、宇宙の神秘的なエネルギーに通じる最も、非物質的で抽象的な色だとして重用し、自ら理想的な顔料を開発した。1957年。 黄金よりも高貴な青、インターナショナルクラインブルーと呼ばれる深い青色の特許を取得し、ミラノでイブクラインモノクロームの提案、ブルーの時代のタイトルで行われた古典で、この顔料をキャンバス一面に塗布した青色の絵画の作品群を発表した。また、海面で作ったレリーフや彫刻にイク部を染み込ませ青色にした作品も発表している。1958年、 パリのイリスクレール画廊において全く何も展示しない空拠点を開催し物議を醸す。アイクブで印刷された案内状や画廊への途中にアイクブで塗られたものが置かれるなど会場までには青色が手がかりとして残されていたが画廊の中は何もない真っ白であった。彼は画廊に来るまでの外側に青色の歌詞的な物質を拡散させた代わりに画廊内部では 青色は、非物質化されているとした。不可視化され、画廊内部に充満した、見ることのできない青色の空間と、画廊までの道で青色に浸透してきた観客の、心の内側が、この空間で重ね合わせられるだろうと述べている。展覧会後、観客をカフェに招いたクラインは、ジンにコアントロー、メチレンブルーを加えた真っ青なカクテルを振る舞ったと、言われる。こうして彼は、 青色の絵画を展示し壁面に浮遊させ、青色を海面に浸透させ、ついには青色を拡散させて充満させたことになる。多くのパフォーマンスやその記録写真も残している。有名なものは彼が塀の上から道路の上空に向けて跳躍している写真作品、空虚への跳躍であろう。彼は空中を飛ぶという夢にとらわれ、何度もパフォーマンスを行った。 歌詞のものを不可詞にし、また歌詞に戻すことは彼の芸術のシステムであり、続いていった儀式的パフォーマンスアートであり、絵画でもある人体測定シリーズにつながった。1960年から始まった制作で、彼は公開制作の際に観客たちに完全な清掃を求め、自らも清掃で臨んだ。それは破天荒な場を神聖化するための儀式でもあった。 自作曲、モノトーンシンフォニーを指揮し、オーケストラに演奏させ、愛クブの顔料を体に塗った、ヌードモデルたちに指示を与えキャンバスに横たわらせたり、横たわるモデルの周りのキャンバスに愛クブ顔料を吹き付けたりした。この結果、人間の動的エネルギーの痕跡がキャンバスに残ることになった。この躍動的な人体像が刻印された絵画作品は日本滞在時に知った。 原爆投下時に放射熱により壁に残った人影の痕跡、柔道修行時代に見た力士の手形や魚卓、トリノの聖、ムクロ布などがモデルとされているが、アイク部が浸透し、人体部分が白く浮き出たキャンバスによって、人類が下肢の状態から、不可視で霊的なものへの途上にあることを測定した、バラ十字弾の思想的影響の濃いものとも言える。1960年、 アルマンらと共にヌーボーレアリスムの運動に参加し、アイクブ一色による肖像の彫刻や、カスバーナーの跡をキャンバスに残す、火の絵画も試みたが、1962年、結婚し、子供の誕生を控えた時期に、心臓麻痺で急死した。1961年、ユーリガ・ガーリンが残した、地球は青かったという言葉に影響を受けたと思われる、作品も残しているが、 クラインはガガーリンよりも先に地球の青さを察知していたと言えるだろう。なおインターナショナルクラインブルーの完了は現在でもミュージアムショップなどで購入することができる。ありがとうございます。